皆さんおはようございます。太平ガロ TV です。さあ皆さんはこのキュウリのキュウちゃん、食べたことあると思います。なんでこのキュウリのキュウちゃんがあんだけ歯ごたえがいいのか、パリ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 いい歯ごたえしてますよね。キュウリのキュウちゃん、なんでこのキュウリのキュウちゃんの歯ごたえがいいのか、その秘密のついに手に入れました、この数余キュウリです。こちらですね、この数余キュウリ、普通のキュウリと比べて、普通はね、比べるキュウリを横に用意しておくんですけど、今日は、数余キュウリしかありませんので、この数余キュウリ、ご覧いただきましょう。ご覧ください、このゴツゴツ、このね、ゴツゴツさが数余キュウリのこのポイントなんですね。それではちょっとこのままいただいてみましょう。数余キュウリ、歯ごたえがやっぱり違いますけどね。でもこのままじゃやっぱり進化は発揮できません。やっぱり漬物にしてこそです。ご存知、東海漬物のキュウリのキュウちゃん、これが素晴らしいところは、まず、今までにこういう小袋の衛生的な、こういうパックに入った漬物というのはなかったんですね。流通の面でも衛生面でも、そして、小分けにしている面でも、消費者の面でも、安心して、食べられるという、こういう小袋というのが一つの発明だった。そして、醤油漬けなんですね。ですからあっさり、そしてキュウリのバリバリ感が味わえるという、もう何もかも革新的だったキュウリのキュウちゃんが大当たりしたんですね。そしてそのキュウリのパリパリとした食感、それを引き立てたのがこの数余キュウリなんです。普通のキュウリよりゴツゴツしている、皮が薄いんですね、そして肉質がギュッと締まっていて、パリパリとして、本当に漬物に合うんですね。せっかくだから漬物にしてみましょう。キュウリ入れました。キュウリ、せっかくだからつついちゃう。ツン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 は21回まで。ツンツンするのはおでんやろ。キュウリをツンツンするよりもおでんをツンツンしないとね、動画はバズりませんからね、捕まっちゃいますけどね。キュウリね、キュウリはツンツン、キュウリをツンツンする、タカツン。誰がタカツン、タカツン、僕のことタカツンっていうのは吉本新喜劇の谷川優里ちゃんだけど。何の声だ。こっちがあらかじめつけていた普通のキュウリですね。そしてこちらが、数余キュウリ、そして真ん中にキュウリのキュウちゃんを配してみました。この漬けだれは皆さん、味付けして、いただいていいと思うんですけども、私の場合はちょっと酢と、砂糖の入った、なんでしょうね、酢飯用の酢が残っていたので、それを入れて、で、醤油味を入れて、で、味の素とか、いろいろ他にね、発酵調味料とか、鰹節とか、いろいろ入れてみて、そして、香辛料として、生姜と、みょうがと、そして山椒の実を入れてみましたけども、そしてきゅうりのきゅうちゃんを入れてるから、汁ごと入れましたんで、それも、あと、しそも入れましたね。この、漬けだれは皆さん、市販にもいろいろありますんで、いろいろ試してみてください。とりあえず、減塩でいきます。健康的にね。ですから、あまり日持ちはしないかもしれませんけども。ちなみにキュウリのキュウちゃんの、原材料表示はこんな感じです。キュウリに生姜にシソの実、ごま、そして、漬けだれとしては醤油、還元水飴、糖分ですね、そして魚介エキス、鰹節的なものですね、そして酢、タンパク化水分解物、これは味の素でいいでしょう。本格的に聞きたい方は昆布でいいと思いますけども、別に、科学的に、抽出したもので十分だと思います。そして香辛料、そして、食塩、と書いてあります。
キュウリのキュウちゃんで使われている酢よキュウリは、ラオスで、中国とラオスで、キュウリのキュウちゃん専用の農場があるそうです。この、酢よキュウリがキュウリのキュウちゃんのあのバリバリとしたパリパリ、ポリポリとした食感の、秘密なんですね。そしてこれがキュウリのキュウちゃんでございます。これも食べてみましょう。あ、もうパリパリ感がもう全然違いますね。まあ、一度塩漬けをして、ね、日本で塩漬けをして、改めて漬けているそうなんですけども、そしてこれが普通のキュウリなんですね。こちらでももう夏はやっぱり旬キュウリ美味しいんですけどもね、まあ取れるその何ですかタイミングによってだいぶ変わってきますんでね。僕はね、若いキュウリが好きなんですけども、ほっといたらヘチマみたいにだんだん大きくなっていくんで、収穫するタイミングというのも、まあ、ポイントなんですけども、まあ、市販されているキュウリだったら大体ね、普通のノーマルサイズで、ミディアムサイズで売っていると思います。このね、普通のノーマルキュウリもいただいてみましょう。もうこれ、漬け込んでてね、昨日おとついぐらいに漬け込んでて、ちょうどいい感じで。うん、あ、味がよく染みてていいですね。もう中からギュッと水分が、もうキュウリの 90% 以上は水分ですからね。もう涙みたいなもんですよ。うん、いやー、キュウリでございます。キュウリはやっぱり漬物にするんだったら酢よキュウリですね。サラダだったら全然普通のキュウリでいいと思うんですけども、酢よキュウリ、夏しかない、酢よキュウリ、夏しかないと思いますんで、なかなかレアなんで、あったら皆さん買って漬物に浅漬けにね、浅漬けの素でもいいですから浅漬けで、してみて楽しんでください。歯ごたえのいい酢よキュウリご紹介しました。おでんツンツン、おでんツン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 、おでんツン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 、おでんツンツンツン、おでんツンツンツンです。豊島ニュースジャパンの時間が、日本のお時間がやってます。ツンツンツン、おでんツンツンツン、おでんツンツン、どんなエンディングやねん。どう、ツンツンツン、おでんツンツン、おでんツンツン、おでんツンです。おでんツンでございます。おでんツン、おでんツンツン、おでんツンとおでん、ねえ、音が一緒ですね。おでんツン、おでんツン、これがおでんツンの、おでんツンツンの、人気の秘密なんですね。おでんツン、おでんツンをね、こういうその報道でね、賛美したり面白かったりしてはいけないんです、ね、おでんツンツン、おでんツンツン、報道じゃないからおでんツンツン、ねえ、買ったおでんだからツンツンしても大丈夫。でんツン、でんツン、つまりでんツンみたいな。強めて力なく歩いて